はい、こんにちは。ユニバーサンドの綾乃です。YouTube 見てくださってありがとうございます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。私はですね、9月の1日から、21日連続チャレンジをしていました。私が主催しているラウンジですね、青の空間という場所に入ってくださっているメンバーの皆さんと一緒に、21日間、愛についての、ライトランゲージをですね、毎日その日につながる高次元からね、送ってもらって、それを皆さんにお送りしてシェアするっていう、チャレンジをやっておりました。そして、無事に昨日終わることができました。青の空間の皆様ありがとうございます。いやー、なんかね、いろいろあったはずみたいな感じですね。やっぱりさ、愛のバイブレーションってこう揺さぶりがね、強いんですよ。そのぐらいやっぱりパワフルだし、こう、なんていうのかな、ダイナミックっていうか、だからいろんな自分の感情がこうあらわになったりとか、感受性がすごく高まったりとか、いろんなね、ことを過ごしながら、この21日間終わりました。ちなみに、毎日ね、違う意識体やエネルギーのライトランゲージを下ろしてたんですけど、最終日は、お隣じゃなくて天の川の外ですね、乙女座銀河団っていう場所まで飛びました。なかなかね、最初あそこなんだなと思って、なんとなくこう、ここかな、そこかなって感じでこうつながり始めて、まず天の川にそれがこうフィットする形、そしてそこから私たち3次元のこの音ですよね、私が発せられる音に落とし込むのに結構長い間調整して、テイクワン、ツーみたいな感じで何度か撮りましたね。結構こう、なんだろうな、やっぱりこう、ライトランゲージの響きも若干違ったのかな。すごく、私はすごく好きでしたね。はい。そんな感じで、その中でですね、この21日間の中で、まあ私も、一時期また孤独感、分離感っていうものと向き合ったりしていたので、そのあたりをね、今日は皆さんとシェアしたいと思います。はい、宇宙的雑談でございます。まず、はい、孤独っていうふうに感じるときって皆さんどういうときですかね。私は猛烈な孤独感とか、何かこう切り離された分離感みたいなのをすごい感じちゃう。もうそれが世界の全てみたいにさ、なのが割と周期的にっていうのかな、来るんですよね。で、それってこう、なんだろうなとかってこう、観察したり、今回はユニバーサンドのメンバーなんかとね、こうシェアしながら、またこういうちょっとフェーズに入ってるんですけど、なんていう話をして、改めて、何が孤独と感じさせるのか、なんで分離してるっていうね、その切り離されてしまった感覚、なんでなんだろうなーってこう考えたんですよね。もちろんいろんな原因があると思うし、人それぞれのね、立場とか環境とかね、それによって全然その感じる時のさ、要素っていうのは違うと思うんですけど、まあ大きなね、ざっくりとした、まあ特にスピリチュアリティっていうものに、まあ焦点を当てて考えた時にですね、例えば、精神性が高まったりとか、自分のこう、波動をこう、整えてね、健やかに心地よく生きていくとですよ、やっぱり、愛そのものの状態で満ち溢れてくるんですよね。で、例えばメディテーション、瞑想したりとか、私みたいに例えばエネルギーワークしたり、チャネリングしたりっていうわけ、そんな感じで意識の領域ですよね。感覚や意識、五感を超えた、そういった領域で、圧倒的なこう一体感っていうかさ、その全てがつながり合っていて、全てがこう愛と調和のもとにね、こう存在してるっていう、こうもう何とも言いようのないさ、ものをわーっと感じるわけでしょ。で、その感じてる瞬間はそれがもう自分のリアルなわけですよね。で、それをさ、感じれば感じるほど、普通のいわゆるこの日常生活を送ってるこの顕在意識、優位になってる状態に戻ってきた時にギャップがね、生まれちゃうんですよ。
あれってさっきまでのあのこう意識の世界でうわーってなってたあれからなんかこう急にポツンと放り出されてしまったようなね、そんな感覚になるんですよ。で、そこでバランスをね、うまく取れない。要するに、すごくさ、わかりやすく言って、意識とか感覚感情の世界っていうのは形がないですから、ボーダーもないね、状態なんですよ。だから、完全調和でワンネスっていう感覚に至ることができるんですけど、この三次元ね、この割と暮らしや日常っていう風な自分に戻ってくると、自分は一個として存在していて、この肉体ね、を持っていて、パーソナリティがこう与えられていてさ、思いっきりさ、くっきりはっきりしてるわけ。だから、ボーダーがあるわけですよ。ここに、境界線が。私と外界を分け隔ててるものがあるわけですよ。だから、その圧倒的なさ、その状況っていうかさ、状態の差が、やっぱりどうしてもその孤独、分離っていうものにね、つながっちゃうんですよね。で、そこでさ、どうしたらいいもんかなと思ったわけですよ。その自分のね、意識の世界。は意識、まあ、例えば意識って言うとさ、すごく大雑把だから、例えば想像の世界とかさ、妄想の世界とかさ、空想の世界とかね、そういった世界っていうのはさ、制限がないでしょ？もちろんさ、あると感じる瞬間もあるかもしれないけど、例えばさ、簡単なことでして、ハワイ行きたいなと思って。ハワイあの感じだったね。いや、最高だな。綺麗だったな。とかって思い出して、その状態味わう。もう意識の中でハワイにいるわけですよ。とかさ、あの人に会いたいな。会ったらこうしたいな。したいな。と、もう最高だな。みたいに思ってるってことは、疑似体験をしてるんですよね。だけど、実際はここにいるわけ。体はここにあって、現実には実はまだ反映されてないっていうね。で、そこら辺のギャップみたいな感じですね。意識の世界はどこまででもいける。まあ、もしかしたら妄想して宇宙行くとかさ、いろんな方法があると思いますけど、そういうふうに、その制限のない世界と、個人としてね、こう存在してる、肉体を持って今ここに存在してる自分っていうのは、やっぱ制限をすごくこう感じやすいっていうかな。で、そこがやっぱり、こうギャップをこう生んでくるんですよね。で、なんだろうってこう心もとなくなって揺れてみたりとかさ、あれ、さっきの感覚と今の感覚と全然現実と何か自分のさ内的世界が折り合わないみたいなさ、そんなところで、あれってなってる間に、あれよあれよという間に、すごく孤独感、分離感っていうのがブワーッと高まってっちゃったりするんですよね。で、そんな時に、いろんな方法があると思います。健やかにね、私たち生きてるのはあくまでもこの物質的な現実で、三次元って言われてるところなんですよ。どんなに意識が拡張して、例えば私が8次元だ、14次元だっていうふうにコンタクトしていても、日常として機能してる綾乃さんはこの三次元にいるわけだから、やっぱり大事にしたいのは今の自分の暮らし、今の自分としての人間関係であったりとか、その健やかさとか穏やかさだと思うんですよね。じゃあ、どうしたら、そういった、自分の意識の中の素晴らしい制限のない世界と、この三次元をつないだり、バランスを取ったりしたらいいんだろうと思った時に、まあ、この21日間連続配信の中でも、ちょいちょい来てたんですけど、キーワードはやっぱり分かち合いっていうことなんですね。シェアをするっていうことなんですよね。で、誰かとそれを話したり分かち合ったりして共感をしたり、新たな発見をしたりっていうことが、やっぱり何かそのつなぎ止めていく。まあもちろんさ、話せばさ、若干の、まあ時と場合によるからな、孤独が逆に深まっちゃう。分かり合えないみたいな感じでさ、もっとギュッとさ、分離しちゃうみたいなね、気持ちになる時も、まあ、なくはないですけど、やっぱシェアできる人、共感できる人、こう、心をオープンにしてね、お付き合いできる人とかと、やっぱりシェアすると、ほっとしたりとかさ、安心感だったりすると思うんですけど、そこでね、じゃあ言葉っていうさ、もうこれツールですね、道具。私たちのコミュニケーションの、まあ、多分、思うんだけど、言葉って一番、明確だと思うんですよ。
例えば、目は口ほどにものを言うとさ、どんなにさ、ありがとうございますって言ってもさ、全然さ、思ってないみたいなね、それは感じると思います。そういうのももちろんあるし、やっぱり私たちは、なんだかんだ言いながらも、この肉だけじゃないというかさ、この雰囲気とか、オーラとか、いわゆるそれがエネルギー、波動、粒子、素粒子っていうものをまとっての、この現象化だから、トータルの情報っていうのも共有してるのよ。共有してるけれども、その中でもやっぱり一番お互い手応えがあるのは言葉じゃないかなと思ったんですよ。で、言葉って、例えば自分の感覚や感情、あとは思いや意識ですよね。っていう、もう、その目に見えてないものですよ。それをフレームを与えるものだと思ったんです。だから、形作るもの、形取ってくれるものが言葉なんじゃないかなって思うんですよね、私的には。で、だから言葉でさ、コミュニケーションするとね、時々ね、ちょっと窮屈だなって思う、ああ、うまく言い表せないな、みたいな風に気持ちになる時もありますけれども、まあ、とりあえずね、0か100かみたいなさ、そんな極論はちょっと、ま、置いといて、とりあえずは、その言葉っていうのが、私は、その見えないものに対して、フレームを与えてくれるものっていうふうに思ったんですね。で、特にさ、私がやってるチャネリングとかエネルギーワークとか、いわゆる高次元のエネルギーにつながってさ、そのままさ、無音でやってもいいわけですよ。エネルギーだからさ、これ媒体になってそれを下ろすこともできるんだけど、やっぱライトランゲージっていうね、まあ、光の言語って言われてますけど、音に変えてるっていう、あの作業は、やっぱりそのエネルギーにフレームを与えてる、いわゆる三次元として、音にするっていうことは、そこで改めて振動させるってことなんですね。この3次元にフィットさせた形でエネルギーを振動させる、変換し直してるんですよね。で、クライアントの方は、その音の波動とか、その周波数ももちろんそうだし、そのライトランゲージを私が下ろして、そのエネルギーそのものとしても受け取ることができるって、だから相乗効果みたいなのがあるんですよね。で、まさしくそのエネルギーや意識っていうものにフレームを与えてね、この3次元にフィットする形で再創造してるっていう感じなんですね。で、まあこれ、翻訳するなんてまさしくそうだと思うんですよ。チャネリングのメッセージとかさ、コンタクトする対話っていうのは、まさしくそういった高次元の愛の領域だったりとか、エネルギー、意識、エネルギーの領域のものを言葉に変えてるってことなんですよね。で、まさしくフレーム、形を作っているってことで、それをするとやっぱり共通認識が持ちやすいんですね。言葉に一つとっても、例えばさ、一個のさ、丸って言ってもさ、こういうものを思い浮かべる人とさ、球を思い浮かべる人といるから、若干のね、差はあるにせよ、やっぱそこを埋めていくのが、まあコミュニケーション能力っていうかさ、その人のセンスでもあると思うんだけど、とりあえずはさ、言わないよりは大枠で言葉でコミュニケーションを取るということは、やっぱり共通認識が持ちやすい、共感しやすい、何か分かり合いやすいっていうね、理解を深めるには、やっぱりいいんじゃないかなと思ったんですよね。なので、私はそういった、スピリチュアリティが高くなっていった、精神世界のそういった跳躍を迎えてきた人は、次はやっぱり自分の言葉に変えて、それを表現していくっていうことがやっぱ大事なんじゃないかと思う。それはその人自身にとっても必ずね、自分とこの現実のギャップというところでね、つまずくっていうか、葛藤したり苦しんだりする時期はね、必ずあるんですよ。で、そこに入ってる時期こそ、言葉によるコミュニケーションをやっぱ積極的に持っていくっていうのがすごく大事なんじゃないかと私は思うんです。だから抽象的な世界をね、ある意味この3次元で現実化、具現化していくっていうのの一番誰でも使えて、そして分かりやすいのが言葉なんじゃないかなと思いました。ね、例えば、それが丸々100%自分の感覚、感情をそのまま純粋性を保ったままね、相手と共有できなくても、その極論とかさ、その完璧性みたいなものを追い求めなくても、お互いコミュニケーションをさ、測って、で、キャッチボールをね、することによってさ、どん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 それが理解がね、深まっていったりとか、またお互いを通して知っていくこととかも生まれてくるから、やっぱそれって
まさしく想像、表現のプロセスが循環しだしている、証拠なんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、これから、秋分、明日ですね、秋分ね。秋分から冬至に向かって、やっぱり自分の内的探求、瞑想とか、あとは内観内省とかね、そういう自己探求、自分の中に深く潜っていくフェーズになります。どうしたってそういったところに意識が向く。そういうさ、なんだろう、ワークをしなくても、あれって自分の本心や本意を問われるような、場面や、機会が増えてくると私は思ってるんですね。なので、そこの流れに入っていくときに、どんどん自分の中に深く潜っていったり、自分の深い感情につながっていったり、そういうね、時間がやっぱりこう増えてくると思うんですよ。で、あれってこう、私ってこうだったかなとかさ、なんかこう今までずっとこうひた隠しにしていたさ、自分のさ、未消化な思いとかさ、本心みたいなのがこうわーっと上がってきたりとかね、そういうのにつながりやすいような時期ではあると思うんですけど、で、まあ積極的にね、こう内的探求をしていくっていう方もいらっしゃると思います。それはこのサイクルの中でそういう波に乗っていくっていうふうにね、意図を持ってされていく方もいると思うんですけど、どうしてもそういうふうにぐーっと自分の中に入る、意識世界ですよね。意識や感覚、感情の世界に入ってくると、そこからね、現実世界とのギャップで孤独がどうしてもね、強まっていくかもしれませんので、やっぱり、今まではさ、もしかしたらね、こうやって一人でじっくりやって、あ、そうか。とかさ、苦しいなとかさ、感情解放してみたりとかさ、いろ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 で気づいて、ああそういうことだったかっていう一連のサイクルをね、まるまる一人で完結させていたかもしれませんが、ぜひ私はおすすめしたいと思います。誰かに言葉ですよね、話してそれを共有してみてください。やっぱお互いがお互いを高め合ったりとか引き出し合ったりねするし、自分があえてね、言葉っていうものフレームを与えて自分の感覚感情に表現することによって、まだモヤモヤモヤってしたさ、すごく抽象度の高いもの、はっきりと見えなかったものが話すことによってクリアになるっていうね、そういったメリットもあると思います。なのでぜひそういうこともしていったらいいなと思います。で、当の本人ですね、私なんかも、この21日間でそういったね、自分の中の、内的世界というか意識領域やエネルギー領域との自分の現実のギャップでね、すごい乖離してるようなさ、何かすごくなんか、なんつったらいいのかな、ちょっとね、やさぐれた気持ちに一瞬なったんですよ。なんだこれみたいな。でも、やっぱり、青の空間のメンバーが、日々、フィードバックをしてくれる、その言葉を受け取ることで、何か自分に、こう、エンパワーメントって力を与えてもらったりとか、あとは、私も今こんな感覚、感情にいて、やさぐれた気持ちでいます、みたいなことを、ユニバーサンドのメンバーと共有することによって、やっぱね、自分の中で、こう、うっせきしてくるような、そのエネルギーが、やっぱ言葉っていうものによって、こう、発されて、自分の中からもちゃんとこう外にね、一旦出されることですごく救われたこともあるし、そうかそうかと言って共有してくれる人が いるっていうね、別になんかアドバイスをもらうとかさ、解決してもらうとか、お悩み相談をしてるわけじゃないけれど、そうやって、思ってることをとりあえず話して聞いてくれているね、気心知れた人がいるっていうことだけで、やっぱりね、すごくすごく自分にとっては、安らぎだったし、安心だったし、心がね、ほっとするような、そういう風な瞬間をね、こう味わうことができました。なので、ぜひ、そういうものを、まあ、何でもかんでもね、明けっ広げにね、私今こんなことで葛藤してますとかってさ、改まってさ、話さなきゃいけないわけじゃないと思いますけれども、そういう何か自分の中のね、思いや、意識でこう気づいたことなんかを、やっぱり言葉によって表現していくといいと思います。で、まあ身近な人とね、そういう話がなかなかこうスピリチュアリティとかさ、そういった自分の感覚感情を話す人がいなければ、ブログでも、ツイッターでも、インスタグラムでも、なんでもいいですよ。SNS に言葉ですね。まさしく、しかも文字にするってことはもう、形を与えてるわけですから、そうやって表現する。そして、どこから誰かと繋がっていく。で、それでも十分素晴らしいと、私は思います。はい、こんな感じで、今日はちょっと孤独感、分離感、
なぜそういうのがスピリチュアリティの成長発展とともに強まってしまうのかっていうお話と、それを埋めるためのね、まあ一アイデアですよね。言葉っていうコミュニケーションね、抽象的な世界にフレームを与えるっていうね、そのツールが言葉じゃないでしょうかって言ったお話をしました。最後まで見てくださってありがとうございます。ではいよいよ明日ですね、9月23日、秋分は、私は、あれです、青の空間を、まあ、これ、青の空間って部屋じゃないですから、なんかアナウンスがね、下手ピーなんですけど、ズームでね、オンラインイベントをやります。で、秋分スペシャルということで、あの川銀河の、スペースですね、空間に宿っている意識エネルギーを私はチャンネルします。で、そこに言葉を与えて皆さんにライブで、チャンネリングメッセージをお届けするのと、つい一昨日ね、気づいたの、こんな大事なことを。私、ニキシズのエネルギーを使って、その、遠隔ヒーリングをやったことあるけど、実際のエネルギーワークっていうのをやるのは、なんと本邦初公開でした。大変失礼しましたっていうか、実はすごいいい日だったんですよね。なので、明日、ぜひお時間のある方は、ユニバーサウンドのウェブサイトから、青の空間にエントリーして、私たちと一緒に、このニキシーズね、パワフルで、すごくすごくまっすぐなね、エネルギーのメッセージを受け取ったり、エネルギーワークで、ご自身のね、波動や、そういった目に見えない領域ですね。だからこれもさ、現実と、まあ、その、なんていうの、3次元と3次元以上を漏れなくセットでね、体験できるっていう、なんかそんな機会じゃないかなと、今思いました。ぜひぜひ、皆さんのご参考お待ちしております。お申し込みのリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひご確認ください。あとはね、個人セッション、今月もクローズしてますけれども、10月の個人セッションのスケジュールを昨日かな、アップしましたので、ご興味のある方はぜひお申し込みください。ちょっとまだ、決めかねているんですが、11月か12月は、結構まとめて、個人セッションをお休みしたいと思います。遠隔ヒーリングと青の空間は引き続きね、月に1回ずつ、やっていきますけれども、個人セッションちょっと休みにして、もう今一度ね、自分をこう整えたりとか、自分の時間、自分だけの時間みたいなものをちょっとね、持ちたいと思っています。はい、では長くなりました。最後まで見てくださってどうもありがとうございます。明日イベントでお会いしましょう。